取り流し。転生の代償はこの痛み。しかしこんなもの。だがこんな形態変化は見たことがない。やっぱりそうきたわね。異常になれそうだ。永遠にとどめは刺してないわね。まだまだ甘い。あいつの前では非常になるさ。嫌が王でもな。オロチマル、あんたは俺より弱い。言うわね。内派のひよっこか。あんたさ、中忍選抜試験のあの森をいやらしく寝踏みしていた。どけ。やっぱり私は君が欲しい。そうすればオロチマル様が力をくれる。こんな弱えやつ、あんまりぐずりゃやっちまいたくなるぜ。てめえだけがオロチマル様のお気に入りとは限らねえんだぜ。お前の目的は何だ。復讐の目的が果たされるならば、この体を捨ててもいいとさえ思っていた。そうだろ、三人と謳われた天才さんよ。どんな天才も内派の名の前では凡人になり下がるのさ。この名を持つ俺からすれば浅ましく滑稽だ。あんたの目的は何だ。アジトを転々としながら実験を繰り返し、次から次へと命をもてあそぶ。